卒業式終了後、教室に戻った、マリサ先生、豊姫先生。みんな、本当に、卒業おめでとう、マリサ先生、豊姫先生。今まで、本当に本当に、本当に本当に、お世話になりました。お二人と出会えて、本当に良かったです。私たちだって、あなたたち6人と出会えて良かったわ。ね、マリサ先生。もちろん、最高の生徒たちよ。ほらもうみんな泣かないの。みんなには希望に満ちた未来が待ってるんだから。うわーん。たくさん迷惑かけてごめんなさい。迷惑だと思ったことなんて、一回もないわ。用もないのによく保健室行って、お仕事の邪魔してごめんなさい。邪魔だなんて、そんなわけないでしょ。今日はあの子たち来ないかしら？って毎日楽しみにしてたわ。毎朝廊下で出迎えてくれたマリサ先生。そのおかげで3年間、遅刻もせずに学校来れました。あら、主君と一緒に何回か遅刻してきたのは気のせいかしら？あ、覚えてた。ちょっと持っちゃいました。お、やっとみんな笑った。やっと笑顔が一番よ。高橋、あなたは昔からこうやって、場の空気を読んで、周りに気が使える子だったわね。いや、そんなことないです。高橋、マリサ先生が褒めてるんだから、素直に受け入れなさい。そうだぞ。あ、じゃあ空気読めて気が使える良い子、高橋です。それはちょっとずうずうしいわ。やっぱこのメンバー最高。主、あなたはとっても優しい子だったわね。さすがに、保健室に弱ってるアリさんを連れてきた時はびっくりしたけど。先生、それは言わない約束。卒業だからもうその約束は時効。そういうこと。主ちゃんらしいわ。ニトリちゃん、あなたはいつも冷静で、頼りになる存在でした。ニトリ、そんな、褒められたって。嬉しい。あ、先に言われた。いつも一緒にいたんだもの、みんなわかってるわよ。ゆうに、あなたは人の気持ちを察することができる子。時にはあなたたちだって喧嘩をすることも、そんな時は、いつも間に入ってうまく解決してくれたわね。そんな大したことや。なかなかできることじゃないわ。そして永希、あなたはいつも明るく元気。自分では気づいてないかもしれないけど、周りの人を幸せにする力があります。そんな、他の人を幸せになんて。毎朝元気よく挨拶してくれて、こっちも元気をもらってたわ。そして霊夢、あなたのそのほわっとした人柄。先生、はっきり天然って言っていいですよ。そういうとこも、周りの人を癒してくれる。マイナスイオン製造機、霊夢です。卒業後は家電起用決定。推し、こんな素敵なみんななら、新しい道でもきっと大丈夫。立派にやっていける。あの、先生たち。最後にみんなで記念写真撮りませんか？もちろん、撮りましょう。ということで。さあ、うまく撮れたかしら？主くん、また白目。写真撮ると、結構白目になる主ちゃん。大丈夫よ。もう一回撮りましょう。お、今度は良さそうじゃない？みんな最高の顔してる。なんか、辛い時や落ち込んだ時でも、これを見れば元気出そうだわ。本当に、私たちの生徒になってくれて、ありがとう。あと本当に最後に。実は私たち、プレゼント用意してるの。あらやだ、泣いちゃうじゃない。私たち思ったの、私たちは卒業アルバムもらったけど、先生たちはもらえないから。先生たち専用の、二人だけのアルバムを作りました。あらやだ、ちょっと予想してなかったから、涙が。先生たちが写ってない写真もあるけど、最後にみんなでこれ見たいなって。これ、みんなで作りました。それでは最後に、生徒が作った先生卒業アルバム、上映です。毎朝で迎えてくれたマリサ先生。普段は優しいけど、遅刻すると。あらやだ。授業するマリサ先生、どんな授業よ。意味もなくよく保健室へ。あら、懐かしい。6人で海に行った時の写真。先生たちいないけど、それでも、嬉しいわ。私とユーリは海の家で休憩。あら綺麗。みんなで花火大会に行った時の。
たーむやー。先生たち、今年は一緒に行こうね。もちろん。夏祭りにも行ったよ。あ、偶然ばったりあったのよね。豊姫先生、これ見て。おお、すごい、届けたのね。ニトリカメラマンのお手柄。そんな、大したことあるもん。あ、また言われた。時にはふざけて、怒られることも、やだ私、顔怖い。体育祭、もうビリを覚悟したけど。はい、この後なし、まさかの大転倒。ふふふ、ずっと保健室で一緒に観戦になっちゃったわね。指揮者賞の高橋。お恥ずかしい。みんなでめっちゃ練習したな。うん、いい合唱だった。主君の絵心なさすぎて、ゆうぎちゃんが代わりに描いてくれました。そんなこともあったあった。主的には自信作だったのに。初詣、みんなの健康祈願。ふふ、私と豊姫先生も、二人で行ったわ。何願ったの？秘密、でもあなたたちのことよ。秘密か。苦手強化で死にそうな遊戯。そしてすでに死んでる主。高橋だけ、涼しい顔。多分得意強化だっただけだよ。テスト返し、まさかの点数に、心臓止まるかと思った。採点するマリサ先生。採点するマリサ先生つ。きっと私のね。私たちのために、こんなの作ってくれて。あ、先生泣いてる？こんなんされたら、私たちも泣いちゃうわよ。自然と涙が。先生、ほら、泣いてないの。やっぱり笑顔が一番。あれ、なんかこれ、最初と逆になってる気が。あ、確かに。あ、先生が泣くのやめてとか言ってたのに、私が泣いてちゃダメね。おし、もう大丈夫。最後はみんな笑顔で。あなたたち、このアルバムも含め、もうあなたたちの全部に。ありがとう。私たちこそ、先生たちのすべてに、ありがとうございました。